これ2杯入ってます。2杯入ってるんで。ちょっと南蛮漬けみたいな、はい、揚げると食べるの大変ですけども焼いて浸しするっていう感じで、そうですね、今度は、お待ち作ります、はい、はい、簡単ですからね、ちょっとお待ちください、はい、まずお塩、まあ、醤油漬けみたいな感じ、これもいいですか、醤油漬け、そうですね、塩辛い好きな人いれば、ちょっと甘み嫌だという人もいればいっぱいいますので、これは好みで、基本はみりんはギツが入れた方がもっと美味しいんですけども、ちょっと時間がないのでそのまま入れます。この水袋を引きしたら、3日ぐらいあれば昆布締めしても美味しいです。そっくりで食べるんであれば手で締めて食べれますので、お寿司とかも結構いいんまず、あるものでやっていいです。